Alright guys, welcome to Oshinoko episode number 10 reaction. Last time we saw that Arima Kana can actually sing. I did not expect that. Like I thought that she would be only good at acting, but I guess she's a singer as well. Like I'm listening to the song on repeat every single day from the last week. So if you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon, the link will be down in the description. And don't forget to check all of my social media through my Linktree and join our Discord server. We are having really fun over there. And yeah, let's go. Ikimashou! That is the media. They hit us with the opening again. That's sus. Okay, so she... Wait, did she agree to that? Nah. She definitely didn't agree to that. Like you can see from her expression. Yeah, both of you got like only 50 out of 100 points. That's not good. うん。ピーマン体操がなまじ売れたから、みんなが曲もいけるって勘違いして、全員が大やけどしちゃったあれね。忘れて、あれは瞑想時代の象徴。有馬かなが売り方に迷ってた頃の黒歴史だから。ピーマン体操、正直音痴だと思った。だけど、2枚目の曲すごく上手になってて、 3枚目のそれよりもっと。そう、シーイズハードワーカー。練習したんだよね。すごく頑張って。そんな責任感のある先輩になら、ピーコマチのセンターを。うるさい。そうやって適当に褒めてれば私が落ちると思ってるんでしょ。バカにして。こればっかりは本当に無理。何度頼まれてもセンターはやらないから。Just give it a try. 勝手に話進めてごめん。もう言わない。でも最後に私たちの歌を聞いて。Oh no。あなたのアイドル最後はビー。ほうほうほう。やっぱアリマちゃんセンター。ビーコマチュフィー。どうして私はいつもこう。いや。 まさかあの地獄みたいな空気からの大逆転あるとは思わなかった。私は最初からこうなるって思ってたよ。黙れ下手馬と音痴。アイドル志望の奴らがここまで歌ひどいとは思ってなかった。確かにこれなら私がやるのが一番。だけど本当にやりたくない。But will you do it or not? That's the question. She'll do it. いつも私の気持ちと逆のことを言うんだろう。話はまとまったみたいね。そろそろ追い込みをかけないとまずいだろうし、サポートしてくれる子捕まえたからこき使ってあげて。サポートしてくれる子? それってもしかして? Yeah, Aqua. Aku. いや、あんたかい。ピオン! うちの稼ぎ頭でしょ?頼むから普通に働け。ピエヨンさんって前職プロダンサーですもんね。アイドルの振り付け師の出身。ウェイ、ヒーユーストゥビープロダンサー。どうですか?プロから見て私たちは多少形にはなってると思うんですが。ディスガナセイサムシングライクイッツテラブル。これくらいの仕上がりでステージ上がる子たちは全然いるけどね。マジのクオリティ求めるっていうなら Entire set list for 3 times! Isn't there like at least 10 songs in one set? And each song is at least 3 minutes. I ain't doing all of that. I mean, she was dead as an actor, so...
向いてないとは思ってます。 Maybe a little change、a little change might help。 センターなんてもってのほか。歌うまいのに、なんでセンターそんなに嫌がるの？だってセンターってグループの顔なんですよね。 Yeah, your face is cute. I don't see any problem in it. 私なんかって何？有馬かなはすごいと思うけど。私の何を知ってるんですか？そうだな。Those dead eyes. Wait, wait. Her dead expression. Oh my god, she has been through some rough stuff. She's such a fun girl. やば、ピエヨンちょっと好きになっちゃった。もしかして私のファンなんですか？そうだよ。嘘。Is this Gana and Pieon? 今の私にファン。Ship? ピーマン嫌いなの絶対公言したことないのに、よく気づきましたね。あいつ主張強すぎるんだよね。いるだけで全部がピーマン味になる。わかる。ピーマン体操の時もむちゃくちゃ我慢して食べてて。今や見るだけでジンマシンが。春菊も苦手でしょ。ダメ、ピーマンと同じくらい苦いし。Wait, what? Chrysanthemum greens? What the hell is that? Oh, yeah, I hate that as well. あれ、普通に話してて楽しいよ。珍しいこともあるもんだ。Is it possible for her to fall in love with this guy? Yeah?こっち好きになろっかな。年収多く言ってるし、正直あるよね。体型ももっとがっちりしてるイメージだったけど、意外と実物はスラッとしてるっていうか、背格好なんてアクタンと同じじゃん。お兄ちゃんがあんなひどい声出してたら一生笑う。No, is it possible? Is it possible that Aqua? Wait, wait.That's not true, right? He did not just put on the Pieon mask. Nah. Like, for what reason would Aqua do it? なんて、アクタンと同じじゃん。お兄ちゃんがあんな昼声出してたら一生。But they have a point. Like, he's not buff anymore. Like, oh. お疲れ様。ありがとうございます、Pieonさん。Something's wrong.どっかのアクアとは大違いね。アリマちゃん、アクタンのことそんなに嫌いなんだ。好きになる要素一個もないわよ。デリカシーと常識がないし、クールぶってるけどただのむっつり、一度も敬語使われたことないし、一度ガツンと言わなきゃダメかしらね。私もアリマちゃんよりだいぶ年上なはずなんだけど。A bit older?がない。 You are 子供の頃はまだ可愛い。あれ、付き合い長いんだ。そうよ、小さい頃現場でね、アクアと私がまだ3つとか4つの頃、あんなやつ一度会ったら忘れられないじゃない。え、昔からずっとあいつが脳裏にいたのよ。あの頃は天使みたいだと思ってたのに、あんな憎たらしく育っちゃって、私の思い出を汚さないでほしいんだけど。That's Aqua. Yeah! Okay. Okay, that's not Aqua. He's just on call with Aqua. It's the other way around. Aqua is in Pieon costume and he's on a call with Pieon. Also, damn!Can you guys hear his real voice? He sounds so handsome. だいぶ良くなったんじゃないかな。ルビーちゃんのダンスはもともと仕上がってるし。I think I'm gay. Anything for Pieon Sama. ゆっくり休むといいよ。はい。休暇中にこんな面倒なお願い聞いていただいてありがとうございます。いや、僕も彼女たちを気に。Show me his face. 君が僕になりすましても。誰も気づかない。大したもんだよ。演技やってる人なら簡単にできるものなの？どうなんでしょう。できる人はできるんじゃないですか。ふん。わざわざ僕になりすまさなくても。僕が何言ってもきっと反発されるので。うん。ピエヨンさんの言葉なら
素直に聞き入れてくれると思いますから。君の言葉でもちゃんと聞いてくれると思うけどね。I'm not sure. 割と弱いんですよ。はあ、いよいよだね。私たちもアイドルデビューだよ。どうする？どうする？うるさいわね。いいから寝なさい。睡眠の重要さをなめるんじゃないわよ。徹夜のダメージは3日くらい引きずるし、魅力が3割ほど落ちるってどこかの大学の研究で出てる。At times like these, you just can't fall asleep. Like I remember me a while back.When I had this important match, I just was so hyped and I looked forward to the match that I just couldn't fall asleep. And I ended up sleeping like 2 or 3 hours, so I was completely dead on the pitch. What? I don't get it. What was that? むしろ、どうしてあんたはそんなに楽しそうなのよ。明日がどうなるかなんて誰にも予想できない。私たちみたいな骨組みは大ブーイングかもしれないし、そもそも客がいなさすぎて頑固鳥泣いてるかもしれないのよ。I mean, if you have announced the return of Bikomachi, then I think that a lot of people are going to come.私は昔ずっと部屋の外に出れない生活してて、未来に希望も何もなくて、oh, no, stop showing me this. ドキドキもワクワクもしないまま死んでいくんだろうなって思ってた。だけど、大人になってから毎日が楽しくて、胸の中が好きって気持ちで満たされて。私のいるってね、その時ある人に出会って。ある人？アクア。恋の人。アクア。I forgot his name when he was the doctor. 私がアイドルになったら押してくれるって。その時からずっとアイドルになることを夢見てた。先生、今どこにいるんだろう。きっとまだ泥を頼ってるだろうし。Nah, he dead. いいわね。あんたには押してくれる人がいてくれて。私にはそんな人いない。You have me. I can cheer you on. 今の私を見てくれる人はいない。Okay, so where are you going? それにしても、ルビーが引きこもりだったとは意外ね。ピエヨンのマスク。No, she's gonna see. 何取らないから気になったからね。She's gonna see it.あのマスクの下はどんな面してるのか。Oh my god, he's so handsome! さてさてやってきました。ジャパンアイドルフェス。How much time we have left? Okay, about 8 minutes. 8 minutes, is it possible that we'll hear their song on stage?できればメインステージが良かったけど、さすがに過ぎた願いだよね。There is surely gonna be another cliffhanger. I just know it. 大丈夫、睡眠はしっかりとったでしょ。徹夜のダメージは3日ぐらい引きずるし、魅力が3割ほど落ちるって。She's repeating. 研究で出てるみたいなことを大体言ってた。人づての人づての人づてだね。Yeah, and it was just yesterday. It was last night. You're saying it.やっぱりちゃんと寝ないと。どうしよう、結局一睡もできなかった。Because of who? Because of who? 楽屋どんな感じ。ピーヨンの中身がアクア。でもあいつあんなにマッチョじゃないし。マッチョ。関わり？なんで優しくしてくれたのも嘘。頭ごちゃごちゃ。 Wait, so he said that he's her fan. マジ最悪。とっとと楽屋行きましょう。少しだけ仮眠を。そっちじゃないわよ。ステージ側の楽屋は出番直前にしか使えないの。そうなんですか。じゃあ着替えとかは。Outside. ちょっと荷物そっち寄せてよ。Oh, hell no. Imagine the air. I hate these kinds of situations. Like, yeah, when it's packed and the air is just so heavy. Like, you cannot breathe it. It smells bad.
着替え部屋もないから、おのおのパーテーション裏で着替える。でも撮影用の場所だけは綺麗なんだね。カオスだね。 Spring water. Let me take a sip of water as well. 大丈夫？いえ、ちょっと寝不足なだけで。あら、緊張してるの？バカ言わないでください。私は哺乳瓶吸ってる頃からこの業界でやってるんですよ。今さら緊張なんてするわけないでしょ。そうだ、私がどうにかしなきゃいけないんだ。芸歴17年の私があのピヨピヨを引っ張らないと。空気が気をされるな、ビビるな、気合い入れろ。私の肩にはいろんな人の仕事が乗っかってる。私がこけたら全員がこける。 No, don't think like that. No. 嫌なこと思い出しちゃった。 Nah, that's the worst thing you can do. And we're getting flashbacks. 失望混じりのこんなもんかってめ。席が少しでも埋まってるように見せるために私服で混ざるスタッフ。期待に応えられなかったタレントの苦しさはなかなか言葉にできない。まあ、一旦ここまでで時期を見計らって次のリリースを。ああ、うちも子役事務所だからね。かなちゃんの年齢の仕事は割とね。普通の事務所なら仕事もあるだろうけど。おじいちゃんが腰やっちゃって、ママは実家に戻ろうかと思うんだけど、かなは一人でも大丈夫でしょ？大丈夫に決まってるでしょ。ママもゆっくり休んできなよ。私はもういらない。子役じゃない私に価値なんてないのよ。成長しちゃった私にファンなんていないから。いつからだろう、ネットの書き込みみたいなことを自虐で口にし始めたのは。 B 小町を引っ張る、私みたいな不人気が思い上がって。 So you just でも私がやらなくちゃ。 You just have to make you popular. あ、先輩、やばいやばいやばい。 Is that purple? めちゃくちゃ緊張してきた。No, that's is that supposed to be a shadow? I just thought that she had like I don't know, like similar hair with eye. 先輩は怖くないの？ But never mind. 当たり前でしょ。何年やってると思ってるの？みんなそうやってすぐ嘘つく。で、めちゃくちゃ冷たい。先輩だって緊張してるんでしょ？バカじゃないの？あんたなんかに心配されるほど落ちぶれてないわよ。Stop the tsundere act. でもよかった。先輩もビビってるって思ったら少し安心してきた。割と深刻にビビってる？大丈夫だよ。私たちは一人じゃないんだから。だからよ。あんたたちのせいなの。ステージに上がるのが私一人だったら何も思わない。それで失敗するなんて今まで何度も繰り返してきた。だけど今回はあんたたちがいる。 Yes, and she would feel bad if she messed up. させたくないのよ。一人じゃない。 Okay, I feel you. But 私は先輩の子役時代とかほとんど知らないし、どんだけ自分の芸歴を評価してるかわからないけど、私にとって先輩はただの小娘だから。可愛くて努力家な、どこにでもいるただの新人アイドル。こけて当たり前、楽しく挑もうよ。ほら、着替えの順番行こう先輩。やっばー、めっちゃ Of course it's ending. Rookie idol, Arima Kana. Stochansu ni ueta tsumasaki ga akogare, kogarete iru yo, omoidashiteru. Ageru kara. Alright, guys.So, the next episode will be 11th episode. And from what I have heard, it's supposed to be the last episode of Oshinoko, but it should be longer than 20 minutes, 24 minutes.
if I have heard right. I'm just gonna check it after the recording and yeah, make sure that it's gonna be at least 50 minutes, please. I need it. Like, if you're gonna cut it down to 11 episodes, you just have to provide us the 50 minutes episode. You just have to. Okay. Now the question is, what's gonna happen in the next episode? Are they gonna nail it? Or are they gonna fail miserably? Or the third option, they're gonna fail miserably, but something happens and they turn it around to a complete masterpiece. Okay, I'm going with the option number three. And I definitely think that Aqua is gonna show up there. Okay, I just think that Kana is going to mess up and then she will see Aqua in the crowd and she will make an insane comeback and then all of the audience will just cheer for them. Biko much. Okay. All right, guys, so that was it for today's reaction. I hope you liked it, and if you did, then don't forget to press that like and subscribe button. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And don't forget to check all of my social media through my Linktree. And don't forget to join our Discord server. Thank you. Arigatou gozaimasu. Okay, that was all, and see you next time. Matane.